まあ厳しくないからね、別にもう当たり前だからね。ホロライブはどっち、アイドル事務所 VS 芸人事務所。もう当たり前だよな。おいおい、当たり前だよな。これあのもうね、あんまり言うと振りみたいになるからもう言わないけど、もうね3年経ってますからね。3年目にしてどっちに思われてるのかっていうことをスバルはね確認しておきたかった。これはねもう当たり前の答えがね一つね導き出されるかと思います。当たり前だよなマジで、思わん、一択しかないよな。いやみんな分かってるよね、ちょっと分かってるなみんな。これマジであの問題だから、これちょっとこれも当然ね、これもホロライブ検定なんか7級10級ぐらいのも最初の説問ね。はい、まあまあ見るまでもないよと。まあ見るまでもないです、もう当たり前、一択しかない。おいみんな、みんなこれね振りとかじゃないから、マジで、おいマジで泣いちゃう泣いちゃう、会社の人が泣いちゃうからみんな俺なんかどこで間違えちゃってる、みんな、いやいやちょっと待つよ、これはさすがにね、このちょっとやっぱりそのみんなね思うところあると思う。みんな屋号の気持ち考えたことある？屋号の気持ちを考えてみて。はい、10、はい、結果が出ました。いやもう当たり前だと思うんですけど、ホロライブはどっち、アイドル事務所 25% 芸人事務所でということで、まあ大多数の意見をまとめると、ホロライブイコール、芸人事務所ということになってしまいました悲しいな悲しいな、どうしてそうなっちゃうのかな、みんなね、みんなどうしてそうなっちゃうのかな。みんなさ、これ泣いてるよ野豪みんなその芸人事務所と言われる本質ね、本質どっちを見たいのか、これみんなねふざけて入れすぎだよ、みんな正直。はい、じゃあ次の質問、正直見たいのは、まず一つ目、最強のバラエティ企画。まあね、いろんなね、まあバラエティといえば芸人でしょみたいな、 VS 最強の定例企画。まあアイドルと言ったら定例、定例と言ったらアイドルみたいな。まあ、みんな見たいのはテーテーかコメディーかっていうことなんですよ。はい、これね、どっちか、みんなが本当に求めているのはテーテーなのかバラエティーなのか、ゴー。これこれで、おいおいおい、あれあれちょっと待って、みんなあれちょっと待って、みんなもっと素直になっていいんだよ。みんなさ、なんかさ自分を偽りすぎじゃない？ここは自由な場、発言は自由なんだよここは。出ました、出揃いました。みんなが求めているのは、正直見たいのは最強のバラエティ企画 60%、 最強の定例企画 39% ということで、ホロライブに求められているのは、最強のバラエティ企画です。今日からバラエティ芸人事務所として頑張っていきます、よろしくあれあれ、こんなはずじゃなかったんだけどな。おいおい、あれマジで芸人事務所なのホロライブって、ちょっとびっくりしちゃったんだけど、はい俺たちが求めているものが分かったかうるせえ、やればいいんだろやな